センターとなっております。そしてこちらが天平ホールなんですけども、1階からエレベーターで上がってきていただきまして、2階に行きます。そして天平ホールを入っていただく。そしてここに受付がありますので、こちらで受付を行ってください。こちらが物販会場、すごい広いですね。どんどん行きましょう。ここで物販がありますので、ここを右に曲がっていただきます。そうすると天平ホール、こちらから入るんですよね。まあ、こっちからも行けるんですけども、階段でちょっと階段登っていきましょう。そうすると、はい、舞台に登場です。好きな席に座っていただくことができます。これがね、ステージと。感じですね。こっちはねちょっと入れないんですけども、お客さんはここの動線で、ここ出れるか、出れる、よいしょ、お、閉じ込められた。まあ多分当日はねそこ開放されると思いますので、こんな感じで入っていただくことができますんで、ね、はい、加藤さんです。もう無理、薄ってもたもん仕方がない。本部行きましょうか。でこちらで再入場の際は、まあ、普通に出ていただいて構わないんですけども、こちらにスタッフがいますので、まあ、出るのは自由に出ていただいて、戻ってくるとチケットを見せてください。ちょっとせっかくなんで、こちらが天平広場、ここにね、マルシェの方たちがいっぱい来ますので、50店舗以上、60ぐらい来るかな。ここにずらっと並びます。そして、まあ、ここ階段を降りますね。ね、本部の場所をちょっとね、今から教えますので。階段を降りてコンベンションセンター、当日は空いてますね。あそこから入りましょうか。こっち NHK、 こっちスタバ、こちらに本部がありますので、はい、こちらが本部です。1日目は向こうカーでアイドルカフェ、2日目はこちらで、なので4日5日はこちらでアイドルカフェになります。こちらがマルシェエリアですね。みんな忘れてきた。はい、じゃあ皆さん遊ぼう関西、ご来場お待ちしております。